古川マスオは日本の芸能プロモーター、作詞家、大阪の芸能プロダクション、ターゲットプロダクションの社長として、坂本隅子や愛情寺らを育てた。もともとは井上康氏の小説、闘牛のモデルとなった小谷昭一の懐刀とも言える存在で、後に大阪発の本格ナイトクラブと言われたクラブアローの支配人となり、そこで舞台に上がっていた愛情寺や、 坂本住子を売り込むためターゲットプロを立ち上げた。坂本のヒット曲、黄昏の御堂筋は古川の作詞によるものである。また、今野勤の,つとむのテレビの青春には一時期大阪テレビの東京支社長を務めていたという記述もある。1991年10月30日、寒不全のため死去。70歳没。前日の ターゲットプロ社長としての活動のほか、同時期に東京で a 六スケのマネジメントも短期間ではあるが手掛けていた。A は自らの著書、昭和僕の芸能史の中で僕から作詞の能力を引き出してくれたのが中村八代ならタレント性を育ててくれたのが古川摩荘だと述べており、A が当時流星を極めていた東京や大阪のローンコンサートで司会を務めたのも、 古川のプロモートによるものであった。また、映画一時期大阪に今日映したのも、古川の一年間大阪に住んでみな晴れ、大阪の芸能側からなんだら、日本も世界も見えてきまへんで、という言葉がきっかけであったという。その他、1960年代後半には、大阪を拠点としたグループソウンズバンド、ザ・リンド,ンド・リンダースの結成にも深く関わっている。 プロモーターとしての顔を持つ一方、競馬にも造形が深く、寺山修司や安倍浄二の著作にもたびたび名前が登場する。工業の手ほどきを受けるなど信仰が深かった安倍は、常々自分の競馬のお師匠さんは、古川さんと公言している。馬所としても、1972年秋の読売カップなど、アングロアラブの重賞を参照したジャズを所有していた。安倍によると、 プロモーターとしての仕事がうまくいかないときは、当時岸和田にあった、春木競馬場で、予想屋をしてしのいでいたこともあったという。AB、現代ぶっこ者、時点1991から1993、P524。ありがとうございます。